それじゃあ次はキスシーン撮るよ。主演の二人は準備して。ああ、うっす。はい。キスシーンか、緊張しちゃうな。まさか女優人生初のキスシーンの相手があの木村拓哉さんだなんて。あれ、もしかして緊張してんの？実は私キスシーン撮るの今日が初めてで。そっか、初めてなら仕方ないよな。でも大丈夫だ、俺がリードするからさ、ちゃちゃっと済ませちゃおう。はい。木村さんってやっぱり紳士だな。新人の私が緊張しないように気遣ってくれて。ん？じゃあ5秒前。4、3、2。くそ！ストップストップ！何なのその顔は。ちゃんと表情作ってくれなきゃ困るよ。俺のオーラに気をされちゃったかな。やれやれ、イケメンは辛いぜ。業界関係者たちの間で元スマップの木村拓哉さんが脇画であることはとても有名な話のようです。しかしその誰もがスターである木村さんに気を使ってその事実を打ち明けられないでいるんだとか。木村って脇画だったの？あくまでも噂ですけどね。しかしそこはさすがの国民的大スター木村拓哉さん。普通の人ならバカにされて終わりの脇がエピソードの中にもこんなイケメンエピソードが存在しているんです。え、脇ががかっこよく見える余地ある？それはとある AD がディレクターに理不尽な理由で叱責されていた時のこと。くっせえなあ、お前がくせえから撮影が遅れてんだぞ。え、そんなの撮影の進行には関係なくないですか？口答えすんじゃねえよボケ。俺がそうだっつったらそうなんだよ。お疲れ。あ、これは木村さん。こんなむさ苦しいところにわざわざどうも。ひどいや。俺が臭いのはあんたのスケジュール管理がガバガバで風呂に入る時間もないからじゃないか。おっせ、エディ君。悪いけど、ちょっと乾かしてくれる？はあ。今来られたばかりでどこに？早く撮影始めないともう時間が。俺も臭いんで、この子と一緒に風呂行ってきますわ。それなら文句ないっすよね。木村さん。この木村さんの行動をきっかけに AD さんへのディレクターからのいじめはピタッと止んだそうですよ。顔も心もイケメンで、しかも鋼のメンタル持ちとか最強すぎんだろ。お若い頃から清純なイメージのある松たか子さんですが、実はそんな彼女は極度のヘビースモーカーで、その喫煙習慣が彼女の体臭にも多大な悪影響を与えているんだとか。うわぁ、仕事を終えた後の一服はやっぱ最高。まあダメですよ、タカ子さん。タバコを吸うなら着替えてからにしてください。ああ、ごめん。待ちきれなくてつい。それじゃ、後片付けはよろしくね。待ってる間、喫煙室に行ってきます。またタバコ？まったく、体に悪いったろ。ん？くそ！脇がの匂いとタバコの匂いが混じり合って、悪臭の相乗効果に。この通り、松さんが舞台や映画の撮影で使った衣装は匂いが染みついて使い物にならなくなってしまい、松さんご本人が衣装を買い取らなければいけない羽目になってしまうことも少なくないんだとか。タバコに含まれるニコチンには汗腺を刺激して発汗量が増えてしまう作用があるんですよ。脇側は汗に雑菌が繁殖することで匂いが出ちゃうもんだから、タバコとは相性最悪ってわけか。自分が脇がであることを理解していたそうで、脇がを治す手術を何度か受けたこともあるそうです。しかしその結果は、前回のレーザー治療は効果がいまいちだったからさ、今回は手術をして汗腺を切除してみたの。はぁ、じゃあ今度こそ脇がが治ったんですね。もちろん嘘だと思うなら嗅いでみて、私の脇。わかりました。くっそ、全然治ってないですよ。10万円もかけて手術したのに。結局何度手術をしても松さんの脇がは根治せず。とはいえ女性の場合、脇がの匂いのピークは10代後半から20歳頃まで。以降は年を取るごとに徐々に匂いが収まってくるケースも多いので、アラフィフを迎えた現在では松さんの脇がのお悩みも多少は改善されているかもしれません。米倉涼子さんは並みいる女優の中でも一番脇がの匂いがきついと言われていて、その対応には大勢のスタッフたちが頭を抱えているようです。すいません、それじゃあこれいつもの。はい、毎度。
あの人たち何してるんだろう。そのお金何ですか？うん、ああこれ米倉さんのマネージャーさんにね、彼女が着た衣装を買い取ってもらったの。衣装を？いやでも今日の撮影で使った衣装は全部ここに。もしかして持って帰るの忘れちゃったとか？違う違う、これ見てみてよ。あ、脇のところが真っ黄色。そうなんだよ、米倉さんが着た服は洗ってもシミが落ちなくてさ、だから毎回撮影が終わるたびに買い取ってもらって、こっちで全部処分させてもらってるの。もったいない。しかし一番大変なのはその匂いではなく、衣装についた汗じみ。特に色の薄い服は一発で脇や首周りが黄ばんでしまうため、その都度廃棄処分にする必要があるそうです。また米倉さんは2014年の12月に実業家の男性と結婚したものの、わずか3ヶ月で別居。そして2016年には離婚されているのですが。シャワー浴びてきたよ、早く子作りしよう。ああ、うん。どうしたの、早くペロペロして。ペロペロってどこ。決まってるでしょ、大事なところ。え、脇がの中でもデリケートゾーンが匂ってしまう症状のことを、特に裾脇がと言います。脇がで悩む女性の多くは通常の脇がと裾脇がを併発していることが多いため、おそらくは米倉さんも。こんなところをペロペロするなんて無理だ。え、あくまでこれも噂の範疇ですが、米倉さんと前の旦那さんが離婚をしてしまったのは、旦那さんが米倉さんの裾脇がの匂いに耐えきれなくなったことが原因の一つと言われているみたいですよ。生前は希代のプレイボーイとして知られた俳優の松方弘樹さんも強烈な脇がで有名な芸能人の一人でした。特に時代劇の撮影などでよく訪れていた京都では、その評判はすこぶる悪かったらしく。それでは続いて濡れ場の撮影を行います。演者さんは布団の上に寝てください。久しぶりの濡れ場だ。しかも今日の相手は俺好みの大人の色気たっぷりの美人女優。いや、やる気が出ちゃうな。準備できました。 OK、 それじゃあ撮影入ります。5秒前、4、3。え、ちょっと待った、監督、話が違うじゃない。今日の濡れ場の相手はあそこにいる美人さんでしょ。おお、いえ、実はですね、あちらさんから松方さんとの濡れ場 NG が出てまして。え、なんで？あんたが臭いからに決まってるでしょ。私に相手してほしけりゃ風呂入って出直してきな。というわけでして、今日のところは代役でお願いしますわ。そんな。時代劇の撮影では、布地の厚い着物やカツラを着用するため汗をかきやすく、そのせいで余計に脇がの匂いもきつくなりがちだったんだとか。そのため京都では松方さんとの共演を嫌がる女優さんも数多くいらっしゃったそうですよ。女優の篠原涼子さんは過去にとある番組でごっつええ感じで共演をしていたダウンタウンの浜田雅俊さんにこんなことを暴露されています。そういえばダウンタウンのお二人はごっつで篠原さんと共演されてましたよね。せやな、あの時はまさかあの芋臭い小娘がこんな大女優になると思てへんかったわ。浜田さんは何かあります？篠原涼子との思い出エピソードみたいな。せやな、昔コントで篠原に抱きつくっていう演出があったんやけどさ、抱きついた瞬間クサってなって思わずどついてもうたわ。はい、最低。ちなみに篠原さんがごっつええ感じに出演されていたのは、彼女がまだ18歳から20代前半の頃。この年齢は匂いの原因となる皮脂の量も多い時期ですから、余計に強く浜田さんの印象に残ってしまったのかもしれませんね。また篠原さんは1990年から東京パフォーマンスドールというアイドルグループに所属されていました。そこにはまだ有名になる前の仲間由紀恵さんも研修生として所属されていて、当時は篠原さんが仲間さんに自分の靴下や服を着替えさせるなど、いじめに近い厳しい上下関係が存在していたようで。焦んだよ、靴下履かせるだけのことにどんだけ時間かけてんだよ。すみません、すぐ終わりますから。臭すぎて手が震える。もういいよ、自分でやる、あっち行ってるバーカ。許せない、この恨みはいつか晴らしてやる。実は
脇だけでなく足も臭かった篠原さん。仲間さんはそんな篠原さんに並々ならぬ恨みを抱いており、現在までずっと共演 NG となっているようです。歌手の浜崎あゆみさんはその前世紀、アパレルショップの全商品を一人で買い占めてしまうなど、超がつくほどのお金遣いの荒さが有名でした。ほらほら、早く荷物を車に積み込んで、まだまだ何軒もお店を回らなきゃいけないんだから。まだ買うんですか？当然でしょ、休みなんてめったに取れないんだから、玉のお服くらい心ゆくまでショッピングを楽しまないと。風の噂じゃ一度着た服は二度と着ないって聞いたけど、噂がマジだとしたら、さすがは平成の歌姫って感じだな。あ、マネージャーがチンタラしてるから、もうこんな時間。早く早く、急がないとお店が閉まっちゃう。と、休みのたびにブランド物の衣服を買い漁っていた浜崎さんでしたが、浜崎さんがこのような行動を取るのには、ある深い事情があったようです。大丈夫だよね。家を出る前にシャワー浴びたし、香水もしっかりつけてるし。ああ、浜崎さん、おはようございます。どうかされました？ああ、なんでも、今日の収録もよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。なんとか大丈夫みたい。こうやって他人に気を使わなくちゃいけないところが、歌番組の嫌なところなんだよな。ねえ、あんたあゆと会った？今日もやばかったよ。あったあった、っていうか臭かった。どれだけ売れっ子でも、ああ、脇が臭いんじゃね。やっぱり大丈夫じゃなかった。浜崎さん、あれ？こんなところで何するんですか？マネージャー、今すぐ服のストック持ってきて、今着てる服捨てるから。そんなもったいない。実は浜崎さん、周囲のスタッフや共演者に脇がだとバカにされるのが嫌だという理由で、一度着た服は二度と着なかったそうです。さすがに人気が落ち着いて、ある程度自由に休みが取れるようになった現在は、脇がの手術も受けられて、その必要もなくなっているでしょうけどね。平成の歌姫といえばもう一人、浜崎あゆみさんに負けず劣らずの人気を誇っていた高田久美さんも、脇がで有名なアーティストの一人です。みんな来てくれてありがとう。また次のライブで会おうな。やあ久美ちゃん、今度のライブも絶対行くからね。あー疲れた、アンコールには答えへんつもりやったのに、結局3曲も歌ってもうたわ。お疲れ様です。冷えたおしぼりとタオルをどうぞ。あーありがとう、助かるわ。ってくっさ、なんやねんこのタオル、腐った卵みたいな匂いするやんか。それになんか心なしか黄色いし。すいません、間違えて古いタオルを持ってきちゃいました。すぐにお取り返しますね。ほんま頼むわ、せっかくのいい気分が台無しやん。おいおい、ダメじゃん、高田さんに他人の使用済みタオル渡しちゃったの。いや、それが、実はこれ高田さんのタオルなんです。じゃあこの硫黄みたいな匂いは高田さんの。そういうことになりますね。本人には絶対に言うなよ。あの人、ああ見えて結構気が難しい人なんだからな。ちなみに、高田さんが脇がだという話は、周囲の関係者の間だけの極秘事項。そのため、高田さんに脇がの件がバレやしないかと、関係者たちはライブの度に気を揉む羽目になっているようです。お笑いコンビ、千鳥の大悟さんのお父様は、オラオラ系の大悟さんとは真逆の腰の低い方だそうです。すまんの、わしの稼ぎが少ないせいでお前を大学にも入れてやれんで。別に気にしとりゃせんわ、そんなこと。わしは大阪出てお笑い芸人になるつもりやけ。ほうか、すまんの。ほいじゃ、おやじ、おふくろ、行ってくるわ。一人暮らしじゃ言うて、あまりハメ外したらいかんよ。わかっとるって、おふくろもおやじと仲良くせえや。ほら、あんた、大悟がこう言うとるよ。あんたも大悟に何か声かけてあげんさいや。おう。すまんの。お前が芸人目指して大阪に旅立つ節目の日じゃ言うのに、祝儀の一つも包んでやれんで。ええって、別に親父から金踏んだ頃なんて思うてへんし。ほいじゃあわし、もう一軒の。おう、頑張って来いよ。やれやれ、相変わらずネガティブなおじんやの。普段は無口なくせに、たまに口を開けば謝ってばっかで。このように大悟さんのお父様は、気が弱いというか気にしいというか、少なくともあまり前向きな性格ではなかったようです。そしてそれから二十数年後、
テレビで売れっ子芸人となった大悟さんの活躍を見たお父様は、なぜか一人で絶望の淵に立たされてしまうことになります。見てよお父さん、大悟がまたテレビに出とるよ。おーおー、本人よう活躍して、これでわしも少しは安心でき、うん、ううすまん大悟、ほんまにすまんの。どうしたんよお父さん、急にメソメソしだしてから。脇じゃ、大悟の脇を見てみ。え、脇？あいつ脇がじゃ、息子にまでわしと同じ業を背負わせてしもうた。なんでそんなこと、あんたてもうアホも大げさじゃねえ。ちなみにこの直後、大悟さんの携帯にお父様からの謝罪のメールが入り、大悟さんはその時初めて自分が脇がであることを知ったのでした。すまんの。わし脇がちゃうし。脇がは自分では気づかんのじゃ。お父にも同じ経験があるけ、ようわかる。実はあの深田恭子さんも脇がで悩んでいる芸能人の一人なんだとか。スタジオ中に玉ねぎが腐ったような匂いが。し、不可教に聞こえるぞ。彼女は基本温厚だけど、脇がの件だけは絶対に禁句なんだ。現に彼女の前で鼻をつまむ仕草をして干されたスタッフもいるくらいなんだからな。そうなんですか。だとしたらどれだけ臭くても我慢しないと。ん？この匂いは。大丈夫ですか深田さん。え？何が？いやー、今日は暑かったから汗をいっぱいかかれちゃったのかなって。私デオドランドスプレー持ってますけど使えます？は？それって私が臭いってこと？すいませんね脇がで。いや私はただ気を使って。うるさい、あんた私をバカにしてるでしょ。あんたみたいな失礼な女、上に掛け合ってクビにしてもらうからね。見ろ、彼女の前じゃ脇がを気にかけるようなセリフも NG だ。たとえそれが善意が抜く発言だったとしてもな。くわばらこれはあくまでも噂ですが、深田さんが40歳になってもなかなか結婚できないのは、彼女の深刻なまでの脇がが原因なのではないかとも言われているそうです。深田さんはアラフォーになられてからも若い頃と変わらずグラビアの仕事を続けられているのですが、そのせいで脇がの手術を受けられないのではないかなんて噂もあるようですね。手術すると脇に手術痕が残っちゃう可能性があるもんな。今はまだ写真集なんかで脇を披露する機会も少なくないだろうし、軽々に手術をするわけにもいかないんだろうな。実はあの有名なハーフタレントであるベッキーさんも過去に脇がで悩まされていた経験があるそうで。知ってる？ベッキーって脇がなんだぜ。え、でも私何度もベッキーさんと仕事したことあるけど、脇の匂いが気になったことなんて一度もないよ。そう言われてみれば俺も、ま、こんなのは所詮ただの噂だからな。ベッキーさん入られまーす。やべ、噂をすればなんとやらだ。俺がベッキーのことを脇がだなんて言ってたこと、絶対に本人にチクんのよ。当たり前でしょ、そんなこと本人に言えるわけないじゃん。いいですね、次は腕を上げて脇を見せてみましょうか。こうですか。確かに欧米人の脇が珍しくないって聞くし、ベッキーさんはイギリス人のハーフだけど、こんな堂々と脇見せしてるベッキーさんが脇がだなんてことあるわけが。ん？ねえ、ベッキーさんの脇の下にある線みたいなのはなんだろう。ん？シワか。いやでも脇を開けて皮膚が引っ張られてる状態であんなとこにシワなんてできるわけが。すいません、気づかなくて。ベッキーさん、包茎手術を受けられていたんですね。でも、ご心配なく、傷跡は CG で修正しておきますので。違いますよ。これは包茎手術の後じゃありません。脇が手術の後ですよ。そうでしたか。それは失礼。道理で包茎手術をしたにしては、控えめなお胸だなぁと。そっちの方が失礼じゃない？しかし現在は感染の切除手術も済まされて、脇がのお悩みは解決済みの様子。ただ脇を上げると手術跡が目立ってしまうのがたまに傷みたいですけどね。脇がで悩んでる芸能人って案外いるもんなんだな。もちろんご本人が公表されているわけではないので、あくまでもただの噂として受け取ってもらえれば幸いです。
とはいえ、一説には日本人の2割の人が脇がの悩みを持っていると言われていますので、芸能人もそれと同じ割合の人が脇がのお悩みを抱えていると考えても差し支えはないと思います。ま、どうせ一般人の俺たちからすりゃテレビの中で見るだけの相手なんだし、脇がだろうがなんだろうが別に気にはしないけどさ。